季節と天候次第ですが、神社での結婚式もおすすめって言うよね。衣装のレンタル代とか着付け代がかかるにしても、披露宴会場とセットになってる式場よりは低予算で済むし、披露宴自体がしづらいご時世の中でもむしろきっちりとした式を行えるって言うからね。そもそもこれが日本では原点だったと思うと、時代とともにこうした行事のあり方も変わるんだなーって思いますね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回はジューンブライドイベントです。例年は洋風中心でしたが、今年は和風テイストでお届け。期間限定イベント、水無月の祝言、ご覧ください。どうぞ。古来より縁にまつわる言葉はたくさんある。愛縁起縁、袖振り合うも多少の縁。これは一つの事件から始まったとある縁のお話。そんな幕開け。捜査へのご協力ありがとうございました。こちらはほんの気持ちです。ライオン屋のビワゼリーか。夏らしく涼しげだな。ありがたくいただこう。ところでクソガキ、君は神前式に興味はあるか？唐突。そうですね、興味はあります。そうか。では俺か京介と神前式をあげよう。突然のプロポーズ。今月中には挙式を行う予定だ。都合がいい日を教えてくれ。スケジュールだけの問題じゃないと思いますけどね。それも俺と結婚してじゃなくって、俺か京介とっていう曖昧な感じ。ちょっと待ってください。どうして二択なんですか？悪いが、俺にはもう時間がない。すぐに返事が欲しい。勝手な話。兄貴、そんなにせかしちゃダメだって。ほらゆいさんすごく困ってる。いや、そりゃ困るよね。ねえ、大丈夫だよ。迷ってるなら俺たち二人と一緒に挙式もできるから。なんかポジティブな感じになってるけど、二人同時に式を挙げるってそんなのあり？それって式だけで席は入れないってことですか？夏目くんもいたんだね。なんかこの三人で話し合ってのことかなって思ってたんですが、同僚まで見られちゃって。ああ、そうなるな。これは何か裏がありそうだが、どういうつもりだ？青山さんもいたんだね。非常に私にはもったいないお話なのですが、人気俳優と人気作家からのプロポーズだからね。すでに先約がありまして。ほう。つまり俺たちと式は挙げられないと？はい、すいません。お、何か裏があるってこと？今まさに式に向けて準備がクライマックスって感じで。だな。やれ披露宴に使う小道具だなんだ、プログラム進行がなんだと毎日大騒ぎだ。知らなかった。でもユイさんが幸せなら俺は祝福するよ。おい、相手はどんな男だ？家族構成は？職業は？どこで出会った？もうどこのまとめサイトって感じになってるけど。誠さん、やけにグイグイ来るけど、すいません、私の口から勝手に答えるわけには。何？もしかして養殖にでもついているのか？いえ、私の結婚相手ではないので。え？どういうこと？実は式を挙げるのは私の知人なんです。もう言いまわし、誤解を生むよね。うん？知人？君の式ではないのか？はい、彼女は以前私が担当した事件の容疑者の一人で。あ、つながりあるんだ今も。執行猶予が明けたのを機に結婚することになったので、二人の門出を祝福したくって準備を手伝っているところなんです。ずいぶん面倒見のいい話だね。そっか、なんだそうだったんだ。なるほど。合点がいった。君に恋人がいる気配は全く感じなかったからな。あは、誤解を招くような言い方をしてすいません。なんか誤解を招く意図があるかのような言い方だったけどね。よかった。じゃあ俺にもまだチャンスはあるってことだよね。チャンスって。
それにしてもお二人はどうしてゆいちゃんと式を挙げたかったんですか？ああ、取材のためだ。取材？やっぱり裏がありましたね。ふん。次回作は結婚式をテーマにした作品にしようと思っている。波原からも候補の女性を何人か挙げてもらったのだが、波原さんはね、編集担当者さんね。君は俺が考えている設定にクソガキが一番近かった。一体どんな設定を考えて私に決めたんだろう。あれま、ちょうど次の出演作で神前式のシーンがあるから便乗させてもらおうと思って。まあ、それに俺は初めからゆいさんと式を挙げたいと思ってたからね。京介くんにご指名いただけるなんて光栄です。涼しく流すね。でもそれならそうと初めから言ってくれたら。いや、式を挙げようと突然言われた女性の反応を知りたかった。なるほどな。そこから取材が始まってたわけか。へえ。なんかドッキリみたいですね。モニタリングですって感じだね。ドッキリって言われるとすごくしっくりくるのはなぜだろう。でもそういうことなら仕方ないね。式の準備って大変だろうし。小さな式なんだけど新郎新婦二人だけじゃなかなか手が回らないみたいで。ねえ、ゆいさんたちも参列するの？うん、お世話になったからってマトリのメンバーに声をかけてくれたんだ。でも昔いろいろあってお祝いしてくれる人が本当に少ないみたいで、マネ犯罪歴とかがあるとね。神前式だからもともと少人数なんだけど、それでもやっぱり寂しそうにしてて。そうだ、それなら俺たちも参加していいかな。迷惑じゃなければだけど。本当？来てくれたらきっと喜ぶよ。スペシャルゲストになっちゃうね。では、ならば俺も同行しよう。ついでに取材をさせてもらえるとありがたい。人気俳優に人気作家が参列です。中の雰囲気を体験できれば十分だから、参列するだけでも取材になる。うん、やっぱり実際の空気感を体験してると全然違うしね。もちろんそれだけじゃなくて、ゆいさんの知り合いなら祝福したいし、元容疑者と聞いてもね、偏見を持たずに接してくれるところが素敵だよね。ありがとう。確認して大丈夫そうならまた連絡するね。じゃあ俺たちはそろそろこれで。ああ、またね。うん、失礼します。まあ、ちゃんと立ち直ってる人たちですよっていうのを認めてくれてるんだよね。まさかあの二人も参加したいと言い出すとは思いませんでしたよ。確かにね。まあでも賑やかになるのはいいんじゃないのか。はい、千春さんやっぱり寂しそうでしたし。参列者だいぶ少ないみたいだからね。まあでもね、親戚とかにも顔向けできないとかいろいろ事情はあるかもしんないよね。まあでもこれは悪い縁をちゃんと断ち切ってるからっていう証拠かもしんないよね、少ないのはね。ただ再び薬物に手を出さずにここまで来られたなら上出来だ。売人たちもなんだかんだと誘いをかけてきていただろうに。二人の意志の強さがあってこそです。ここまで長かったです、本当に。あ、お前随分と相談に乗っていたしな。ほんとよくやるなって思ってた。休み返上して話を聞きに行くなんて。あは、あの時はただ必死だったから。お、回想シーンかな。都内某所のクラブハウスでは定期的にドラッグパーティーが開催されている。信頼できる情報筋からの垂れ込みを受けて、私たちは突入を試みることになった。光太郎さん、これがさっき中でもらってきた薬らしきものです。ああ、確かに受け取った。ん、ずいぶんあっさり手に入ったな。ま、中にいる人間全員が客ですから、犬も歩けば棒に当たる状態ですよ。フラフラしていたらすぐに腕掴まれて、これをポケットにねじ込まれました。まあ、ゲートドラッグ的にまずは提供するんでしょうね、お金とか関係なく。まったく見境なしだな。では早速確認しよう。ほう、これは分かりやすいくらい黒だ。裏口で待機している関さんたちに連絡だ。
行くぞ。立ち寝するぞ。はい。さあ入っていきます。おい全員動くな。くそ、サツか、マジョリか、誰か垂れ込みやがったな。ホールの隅に倒れている人が。気をつけろよ。過剰摂取で中毒症状を起こしているのかもしれない。クソガキ、夏目、確認を頼む。はい。思ったよりたくさんの人が倒れている。ひどい。ショックを受けている場合じゃない。まずは全員の状態を確認しないと。私の声が聞こえますか？聞こえたら返事をしてください。こっちは泡吹いてる。救急隊呼ぶね。死者とか出ちゃいそうで危ないね。てめえ、触んじゃねえよ、ぶっ殺す。あのな、いいからおとなしくしろ。暴れると怪我するぞ。倒れている人たちの確認ができた。あとは信行、しっかりして。ここが千春さんとの出会いか。大丈夫ですか？急に気分が悪いって言って苦しみ始めて、どうしよう、死んじゃったら。状態を確認させてください。脈は正常、瞳孔は大丈夫、命に別状はありません。しばらく安静にしていてください。後で病院へ搬送しますから。あの、私たち捕まるんですよね？刑務所に入れられるんですか？それは取り調べの後に決定します。冷静な対応をしました。そして現場検証後に取り調べが行われた。容疑者多数のこの事件は青山さん一人では取り調べが追いつかない。私も当時大学生だった千春さんの取り調べを担当することになった。はじめはただのレイブパーティーだと思っていたんです。レイブパーティー、音楽系のダンスパーティーですよね。私も信之もレイブは好きだし、知り合いに誘われても何の疑問も持たずに参加しました。まあ軽いノリだったと。でもそこでドラッグを勧められて、その時はすごく多幸感があって気持ちよかったけれど、まさかあんなことになるなんて。まあ副作用はありますよね。信之、大丈夫ですよね？後遺症が残ったりしませんよね？信之さんについては症状は軽いということですし、大丈夫だと思います。よかった。でも私たちこれで犯罪者になってしまったんですよね。どうしよう、これからどうやって生きていけばいいのか。もう人生終わったも同然じゃないですか。終わりだなんてことはありません。これから大変なのには間違いはありませんが、まあ命ある限りってことですよね。まああとはね、こういうのは乗り切るものっていうよりは背負っていくものということなのかもしれませんね。これ私の名刺です。裏に携帯番号も書いておきますから、困った時には連絡してください。個人的なつながり、できる限り力になりますから。ありがとうございます。いや、こういうどん底の時にね、支えになるでしょうね。あの、ゆいちゃん、この間の事件の容疑者にやたら肩入れしてるみたいですね。本来は業務の範疇外なんだかな。あの調子で全員に構っていたらすぐにパンクするぞ。まあ肩入れしすぎない方がいい仕事なのかもしんないけどね。だが麻薬犯罪者のその後を知るのはクソガキにとっても大切なことだ。しばらくは見守ろう。それでもし彼女が本当に抱えきれなくてパンクしてしまったり、受け止めきれずに壊れてしまいそうな時には俺たちが手を貸せばいい。そうですね。だけ自分のキャバも考えずに人のことばっかり気にかけて、本当にあいつは底抜けのお人よしだ。まあいろいろあったが、二人とも真面目に働いているようだし、もう大丈夫だろう。はい、職場でも理解ある人たちに恵まれたみたいですし、その過去も踏まえた上でってことかな。
もうほんと人に恵まれるって重要だよね。二人の門出がいいものになるよう願うばかりです。ドラッグ犯罪は被害者なき犯罪とも言われている。まあ売人になったりだとか他人を巻き込んだりしなければね。けれど加害者であり被害者でもある彼らが背負う代償はあまりにも大きい。体の負担も大きいしね。千春さんが笑ってくれるようになってよかった。これからはずっと笑顔で過ごせるようになるといいな。うん、いろいろ思うところはあるよね。休日、私は千春さんの衣装のフィッティングと小物選びに同行することになった。お休みなのに付き合ってもらっちゃってごめんね。いえいえ、むしろ綺麗なドレスをたくさん見られて眼福です。本当は信之も来る予定だったんだけど、今繁忙期みたいで急に仕事が入ってしまって。運送業っていつも忙しそうで大変ですよね。力仕事だしね。まああとはネット通販とかも盛んになると忙しいでしょう。最近は人手不足なこともあってなかなか休めないみたいで、その分手当がつくのでありがたい話ではあるんだけど、まあこれから家庭を築く上でお金の面も重要になってきますよね。信之の代わりにクソガキさんにあれこれお願いしてしまって本当に申し訳ないなって。ウェルカムボードの制作や式場での打ち合わせにも付き合ってもらっちゃったし、まあ一人じゃ心細いかもね。とんでもない。むしろ大切な式の準備を手伝わせてもらえて嬉しいくらい、まあ、超いい人。いい式にしましょう。そういえばこの間電話でお話ししたお友達の件、信之も大歓迎って言ってた鈴木兄弟のことね。プランナーさんも2人くらいなら追加 OK だって。ほんと？よかった。賑やかになって私たちも嬉しい。でも鈴木誠さんと京介さんってまさか本当にご本人たちがモノマネ芸人ではなくよくね結婚式の余興とかで呼ばれたりしますけれども、あはは、そのまさかです。お忍びってことで。今から緊張してきちゃった。あれ、ゆいちゃんだ。こんなところで会うなんて偶然だね。羽鳥さん。俺はさっきまで奥の部屋で商談をしていたんだ。ゆいちゃんはもしかして式のドレス選び？はい、そうですね。へえ、寂しいな。結婚する相手がいたなんて知らなかった。情報屋でも知りませんでしたか。いやいや、式を挙げるのは私じゃなくてこちらの千春さんです。まあ分かった上で聞いてそうだけどね。なるほど。そうなんだ。君がまだフリーで安心したよ。俺にもまだチャンスはあるってことだよね。京介くんと同じセリフだけど全然違う内容に聞こえるのはどうしてだろう。ねえ、千春さんは試着にいらしたんですか。小物を選びに来たんですが、アクセサリーも豊富でどれにしようか迷っていて。そうだ、それなら俺に選ぶのを手伝わせてもらっても。お、心強い。どうかな。仕事柄披露宴のプランニングに関わることもあるので参考になれば。 IT 社長参入。え、いいんですか。もちろん。千春さんの笑顔を見られるんなら喜んでお手伝いしますよ。今よりさらに魅力的になったら綺麗すぎて俺がよろめいてしまいそうですけど。羽鳥さん、花嫁になる人くどいちゃダメですよ。まさか。俺は思ってることを素直に口にしているだけだよ。こんな感じですけど、衣装や小物選びのセンスは信頼できる方なので。へえ。俺を信頼してくれていたんだ。そうですね、コーディネートに関しては二度も同じこと言うなんてよほど俺を買ってくれているんだね。ポジティブシンキング、いつものペースって感じだけどね。それで千春さんはどんなドレスを着る予定なんですか。私は和装の予定です。なるほど。そうなんですね。差し支えなければ新郎さんの衣装の写真も見せていただけたらさらにイメージしやすいです。ちょっと待ってくださいね。前にスマホで撮ったものがあるので。探しています。あった、これです。どうも。
ありがとうございます。大体把握しました。色仕掛けなんですね。では羽鳥さんはディスプレイされている小物を手早くピックアップした。はい。お二人の衣装着用写真を見た印象だとこういう感じが馴染むんじゃないかと。手際いいんだね。わあ、どれも素敵ですね。フィッティングなどつけた写真を撮って信之に送っても大丈夫ですか？実際に見てもらってから検討したいので。もちろんです。晴れの日に身につけるものですし、じっくりお選びになってください。それなら私が撮りますよ。ありがとう。じゃあお願いします。羽鳥さんが選んだ小物を合わせて色打ち掛けをフィッティングする。そして全ての和装小物を無事に決めることができた。よかったね。お二人のおかげで無事に小物周りも決められました。ありがとうございます。いえ、どんでもない。ささやかですがお役に立ててよかったです。そうだ、クソガキさんも大谷さんにドレスを選んでもらったら、あ、式に参加する時のってこと？すごく的確に選んでくださるし。え？でも私は式の予定もないですし。あ、ウェディングドレスって意味？せっかくですからご試着されてみてはいかがでしょうか。え、そんなことある？今後必要になる場面があった時きっと参考になりますよ。あ、でもここでよくしてもらったらここ使ってもらえるもんね、店員さんとしては。そんな時が来るのかな。でもどのドレスも素敵だしときめくな。ほら、せっかくだからお言葉に甘えちゃおうよ。俺っていう相手役がいるんだし、このチャンスを逃さないね。まあ、大谷社長の。え？わあ、いいですね。お二人の晴れ姿を見てみたいです。お二人ならどんな衣装も着こなせると思いますよ。まあ店員さんはそう言うでしょう。でも羽鳥さんなら何でも着こなすんでしょう。いや、うろたえている私に羽鳥さんが近づき、そっと耳元でささやく。ねえ、こういう時は乗っておかないと損だよ。何事にもタイミングってものがあるんだから。羽鳥さんが言うとものすごく不穏に聞こえる。なんか勢いで結婚されちゃうかもね。でもこんな機会は滅多にないし、この点はおっしゃる通りだね。じゃあ少しだけ試着させてもらってもいいですか？はい、もちろんです。では大谷様にはこちらのタキシードなどいかがでしょう。クソガキ様にはこちらのビスチェとプリンセスラインのドレスで。定番のものでうちでも人気がある組み合わせですよ。わあ、ふわっとしていて可愛いです。シルエットも綺麗だし、シンプルなのに華やかで。うん、ゆいちゃんに似合いそう。和装のご用意もございますので、よかったらそちらもご試着されてください。着付けはこちらの方でいたしますので。結構手間かかるのにね。ありがとうございます。すごいね、至れり尽くせり。でもこんなにたくさん試着させてもらっていいんですか？え？いいですよ。大谷社長のいい方みたいですし。バレちゃった？そこは否定してくださいよ。私も見てるの楽しいし、ぜひ着てみて。うん、じゃあまずはこのドレスを着てみますね。さあ、どんな感じ？お、かっこよ。サービスタイムですよ皆さん、スクショタイムです。そしてお互いにドレスとタキシードを何着か着た後、店員さんに和装の着付けをしてもらい、へえ、お色直し。着物って思ってたより重たいんだね。びっくりしたよ。確かにずっしりきますね。肩に重しが乗ってるみたい。この重みもいい方向に感じるんでしょうね。お二人ともよくお似合いです。すごい、綺麗すぎて見とれちゃう。本物の新郎新婦みたい。どう？だってこのまま本当に結婚式あげちゃう。勢いできますね。羽鳥さんは当日まで来るかどうかヒヤヒヤしそうなので、まあ当日帰っちゃうかもしれないしね。ふふ。そんなに薄情な男に見えるかな。
俺ならゆいちゃんを一生困らせないと思うけど。確かに羽鳥さんが相手だったら生活に困らなそうですけど、精神面の保障がちょっとハラハラはさせられるかもね。まあそれも良さでもあると思うんだけどね。結婚するならそれなりに心のつながりが欲しいですし、家庭は安心できる場所であって欲しいので、その辺がこのヒロインの理想なんだね。まだプロポーズには早かったみたいだね。出直すよ。あ、でもまたチャンスはあるんだね。でもどんなに時間がかかっても俺は君を諦めたりはしないからね。時間は有限ですよ。まあね。だとしたら限られた時間の中でやれることをやるだけだよ。仕事がお得意って感じがする発言だね。二人ともすっごく仲良し。結婚式には呼んでね。いやいや、まずは千春さんの式が先ですから。あ、後にはやってくるみたいな言い方？そういえば式っていつなんですか？6月6日を予定しています。ジューンブライドですね。たくさんの幸せがあなたに降り注ぐよう願っています。ありがとうございます。あ、そろそろ次の打ち合わせに行かないと。それじゃあ。ご一緒できて光栄でした。またお会いできる機会があるといいですね。はい、本当に。その時は今日のお礼をさせてください。楽しみにしています。ゆいちゃんもまたね。そうだ、次は一緒にブライダルフェアへ行こう。もう完全にプロポーズに近いね。羽鳥さんがどなたかと式を挙げる予定であればお付き合いします。それはそれでなんかちょっとその方と言ったらいいんじゃない？道のりはまだまだ遠そうだね。それじゃ。なんだかひょうひょうとしてる人ね。そうですね、いつもああいう感じです。でも好きになったら一途そう。クソガキさん、本当に付き合っちゃえばいいのに。まあ向こうが本気かどうかってところですよね。いやいや、あの人は私には荷が重すぎて、とても選ぶ立場であるっていうことが贅沢な話ですけどね。ということがあったんですよ。ここまでが回想シーン。ああ。なんかすごい想像つく。へえ。ゆいさんの白むく姿見てみたかったです。まるでお前らが結婚するみたいだな。まあ確かにあんだけ着替えたらね。なぜだ、なぜそんな他の男と密着するような行為を。一応花嫁と花婿という設定だったので。それに密着するほどくっついていませんよ。わずかに触れ合っただけでも相手に君の細胞片がついてしまうんだぞ。そんなところで貴重な皮膚組織を浪費するなんて。さすがゆいさん、目の付けどころが全然違った。おい、そういう時には必ず俺を呼んでくれ。すぐに駆けつけるから。まあ本気なんでしょうね。前向きに検討させていただきます。まあ何はともあれ、小物選びとやらはうまくいったみたいでよかったな。はい、あとはもう最終調整に入ったので、何事もなければ当日を無事に迎えられるかと。ねえ、半年前からずっと準備とやらに付き合っていたみたいだし、もう実質スタッフじゃない？それ確かに。うん、おかげで感慨深いよ。やっとここまで来たんだって。式の時には泣いちゃうかも。うん、感極まるかもね。クソガキにとっては思い出深い現場だったからな。感動もひとしお。でどこか。クラブハウス突入から数日後、再び回想シーンに戻っていきます。うわ、呆然自失って感じ。大丈夫かな。ねえゆいちゃん、今日一緒にお昼どう？って五木さんが言ってる。ごめんね、ちょっと食欲なくって。そっか、わかった。うん、元気なさげだね。五木さん、一応誘ってきましたけど断られました。うん、そうか。はあ、目の焦点が合ってないし、あれは相当ショック受けてますね。
まあ、あいつにとっては初めての大規模摘発の現場だ。大量の中毒者を見たのは衝撃だったろうな。そうですね。確かになかなかの惨状でしたから。現場ではしっかり動けていましたけど、後から反動が来たのかな。まあその時はアドレナリンが出ていたんでしょうね。だけど、だとしても関さんが言っていたように、もう少し様子見てみるしかないな。この程度で根を上げていたらこの先やっていけない。はいですね。ただの優しすぎる人間にマトリは向いていませんから。ああいい言葉だね。なんか仕事ってそういうもんだよね。優しすぎるだけじゃダメですからね。だな。うん、刺さる言葉でした。お疲れ様です。お先に失礼します。お、元気戻ってる感じ。ん、もう上がるのか。そういえばゆいちゃん最近やたら慌てて退勤してるけど、習い事でも始めた。実は千春さんから連絡があって、大学を退学になってしまって、アルバイト先でも働けなくなってしまったので、どうしようかと相談されたので、まあそうなっちゃうか。会ってこれからのことを一緒に考えていこうかと。え、そんなことしてたの。それ手当とか出ないでしょ。まあ、完全にボランティアでしょうね。でも放っておけないから、あの場所にいた全員を救うことは私にはできないけど、助けを求めてくれた人だけはせめて寄り添って力になりたい。うん、自分にできる限界を求めていくってことね。だから今回はとことん千春さんに協力する。わかった。お前がそう決めたなら何も言うことはない。だが本業はあくまでマトリだ。それは忘れないようにしろよ。はい、では失礼します。まさか。そう来るとは。めげないところはすごいですけど。まあいいんじゃないか。しばらくは様子を見よう。本当にそれで就職活動の面倒まで見て、今は仕事の合間に二人の式の準備に走り回って。まったく大したやつだ。じゃあ二人にもよろしく伝えておいてくれ。はい、今週末も式場の打ち合わせに同行するのでお伝えしておきます。おい、それなら俺も一緒に行こう。え、孝太郎、お前がそんなことを言うなんて珍しいな。まあ世話焼きなタイプではないもんね。ああ、人は一日に全体量の 0.1% の毛髪が抜け落ちると言われている。そして皮膚のターンオーバーは毎日行われていて、今もクソガキの皮膚からは薄い細胞が剥がれ落ちているはず。新鮮なサンプルは常に必要だ。それを採取する機会をみすみす見逃す手はない。そんなことだろうと思った。まあワクワクしているなら何よりだけど。ありがとうございます。それではお願いしてもいいですか。当日の流れについての最終確認もあるので、抜けや漏れがないか複数人でチェックしたいので。まあでも頭いいから心強いかもね。任せてくれ。今度こそ君の欠片は俺が全て回収する。本当に大丈夫だよね。目的履き違えていますけど。どうなるんでしょうか。当日ゆいさんは意外にも真面目に打ち合わせ参加してくれて、まあ、結局そういうところありますよね。無事に打ち合わせが終わってよかったですね。お二人に当日の流れややることのリストをまとめてもらえて助かったよ。こういうのすごく苦手で。なるほど。結婚式というのは一種のショーなんだな。パフォーマンスと言うべきか。ゆいさん、言葉を選ばないと。そうですね。お世話になった皆さんへ結婚することをお知らせするショーと言えるかもしれません。しかし、それにしてもまさか君たちがここで挙式をするとは思ってもみなかった。私もです。あの時は本当にご迷惑をおかけしました。ああ、まったくだ。特に君は泣きじゃくっていて検査が大変だったからな。ゆいさん、もうちょっとオブラートに包んだ方がですね。
いいんです、取り乱していたのは本当のことですし。だがそんな君の姿を見てきたからこそ感慨深い。ドラッグ犯罪者の再犯率は非常に高いと言われている。俺はドラッグの誘惑を断ち切り見事立ち直ったことを心から嬉しく思っている。まあこうしてマトリとつながり続けている時点でね、まあ断ち切っているんでしょうね。そして人間関係もね。あ、そうか。おい、それなら俺も一緒に行こう。新鮮なサンプルは常に必要だ。それを採取する機会をみすみす見逃せはないと語っていましたけどね。あの時はあんなことを言っていたけど、ゆいさんなりに千春さんを祝福しているんだろうな。まあ、サンプルはいつでも取れますもんね。口実なんでしょう。おや、ゆいさん、宮瀬さん、それに九条さんと新藤さんもここで出会う。ああ、ちょうど近くまで来たから参拝して帰ろうと思ってな。ところで先ほど会話を耳にしたんだが、近々式を挙げるそうだな。そうなんです、実は。そうか。おめでとう。あなた方の結婚を心より祝福する。はい、なるほど。予想外の組み合わせだが、職場の同僚同士あれば不自然でもないのか。いえ、そうではなくてですね、あの、誤解なさってますよ。はあ、お二人が結婚知らなかったです。寂しくなりますね。ゆいさん、結婚してもうちに遊びに来てくださいね。腕によりをかけたご飯を作ってお待ちしています。ダメだ。いや、行かせない。むざむざ彼女を餌食にしてたまるものか。俺が体を張ってでも守り通す。結婚することに関する否定は？なぜますます誤解を招くような発言を？じゃあ。ではゆいさんも一緒にいらしてください。ご飯はみんなで食べた方が美味しいですし。いや、断る。食事に何か混入している可能性があるからな。嫌いなものがあるなら先に教えてくだされば避けますよ。ああ、どうしてこんなことに。話はどんどん掘り下げられていく。ちょっとした冗談のつもりだったんだが、宮瀬のやつ完全に勘違いしているな。そしてなんか不穏な笑顔を浮かべていたもんね。あの、結婚するのは私じゃなくてこちらの千春さんなんです。そうだったんですね。実はそうなんです。まあ、この流れ言い出しづらいよね。自分だけ知り合いじゃないからね。すみません、早とちりしてしまいました。てっきりゆいさんとゆいさんが式を挙げるのかと。まあ、ゆいゆいになっちゃいますけどね。だがどちらにせよめでたいことだ。あなた方にとっての門出が良き日になることを願っている。まあ、向こうの席に入るかどうかにもよるか、クソガキ高太郎になるかもしれないもんね。ありがとうございます。なあ、クソガキも身近でこういうことがあると意識したりしないのか。ないと言ったら嘘になりますね。急いではいないですけど、いつかはって思います。それではいい機会だ。あなたもこの中から花婿候補を決めてはどうだ。楽しんでますね。と九条さんの軽い悪ふざけで盛り上がってきたところではありますが、花婿選びは次回にお預けということにしておきましょう。それにしても神社での結婚式となると、確かに業者さんに仲介してもらわないと何かと準備面が大変なのかもね。最近はレストランウェディングだったりフォトウェディングだったり、いろいろな形があるし、時代に合わせて選択肢が増えている感じがするよね。今回はこうしてウェブを介して千春さんたちの結婚式に参列している気持ちで一緒にご覧いただけたら嬉しいです。というわけで、こちらのチャンネルは引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況という形でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。